あこのキャラはこのキャラみたいな、なんかそういうのができる。ピカチュウ、ピカチュウ、あいつは昔からそんな感じですよね。 2,3 キャラ必ず回して嫌いなキャラには自分の敵してるキャラを当てるっていうスタンスですね。 T さん対 B さん、ミンピカチュウはまあ皆さんも、はい、B さんも以前そうですね、前々前回ぐらいの大会で B クラストーナメントの決勝戦で、かなり厳しそうな試合でした。さあダウン確認してから大き攻めは若干暴れ通してしまってだと思います。基本的にこのゲームのスタンスとして弱いキャラは若干ナンパ調整を入れつつ、強いキャラは若干弱くするっていうスタンスですね。かなりバランスは良くなってきてる感はありますね。このルールに関してはランセットかはまだ分からないですけど、下から横毛を確定取ってきて、駆け上がりはちょっとあまりしっかり読んでいた。上下に勝ってきて、おせっかいをなくしてるんですかね。あーそうですね。でもスマッシャーさん今でもあれじゃないですか、あのカリスマ出てたんじゃないですか、ね、リンク使って出てるはずですよ。だから細々とやってはいるはずですよ。あったこれは上スマッシュ暴発からありましたね。そうですね、今つがダッシュ上スマッシュしようとしたんですかね。この場で上スマ出てなんかすごい大変なことになっちゃいました、はい、ピカチュウ側はストックを先制したので、これは落ち着いて飛びドームをさばきつつ、ちょっとずつ火力を取っていきたいところ、しっかりスマッシュホールド確認して見えない崖上がり攻撃で差し返していって、まあリンク焦っちゃいますよね。飛びドーム主体のキャラなんで決して時間をかけなければいけないキャラだと思うんですけど、こうなっちゃうと、はい、そうですね、崖上がりとかで本当になんか植木を当てたりとかそういう感じで殺していくんだけど、もしくはもう全然相手が知らないネタを当てるか、はい、そうですね。さあ分からないけどなんか回避あるかないかぐらいに今見えましたね。確定出すとしたらかなり強化ですね。はい、行きます。行ってらっしゃいませ。大上ガード固められて厳しいぞ。空下で暴れて降りてくるのがしっかりと確認されて反撃取られる。上投げはしっかり反応して飛ばしている、まあ、ピカチュウ戦この上投げをずらすのは大前提ですからね。逆にピカチュウが厳しい状況になるが、ダッシュ投げになってしまったか特に問題ない。相手のガードに対してめくりでくえねえ、ガード固めていって上投げはしっかり、相手がまあリンク側がそうですね、反応してベクトル変更できると分かって、と上スマッシュの3段目非常に吹っ飛ばしが強い、逆転勝ちしていった。冴えてましたね。クエストマッシュまでの流れが非常に美しかったです。まあ、リンさんもほぼほぼレアキャラですからね、リンク自体がどうしようかなって思いながら対戦してたとは思うんですけど、ガードに弱 DA をかけて3段目でガード解除誘っていく、空気で相手のめくり勝っていって
おっとピカチュウのダッシュへのポーションが低いため爆弾が当たらない。スプラ反撃しっかりガード解除、下スマッシュで取っていって来る前からのつかみ通していって電撃が怖いのであえて攻撃を食らう上ビー。さあ次は分かってきた、ジャックしっかりガードしきって反撃取ってこの空下暴れ。おっとガードついた後になんか動きましたね今空下、これ結構あれですね、背のいいんですね。ガードさせた後に暴れまでできる、全然隙がないみたいなんですよね。むしろガードしちゃうと逆に不利になるみたいなんで、はいはいはい、さあリンク側が前に倒したのをしっかり確認して前進してから雷。さあ強気に掴み通していったが台があるため大当たりがしない。さあ相手の前進読んで引きからの横スマッシュで、横スマッシュじゃない横強攻撃出していったが当たるぜ。爆弾を投げて、これ自分爆発しないんですね。そうですね、あの相手にヒットするとあの、はい、自分の自爆を防いで、まあ、なんか相手だけダメージが入るという性能になってるみたいなんですよ。復帰が厳しいが爆弾を持っていたためなんとか帰ってくる。おこれは素晴らしいリンク使い、保険の爆弾が効いている。そうですね、まあ、しかしまあ復帰阻止あっさりされてしまってストックイーブン。会場一瞬沸かせましたね。沸きましたね今。昔からまああったテクニックですね、爆弾を持ってくる。まあでもあそこまで綺麗なものを見るとちょっと、はい、今かなり美しい流れでしたね。私も今一瞬分かんなかったですよ前投げからダッシュ、これは確定。なんとか暴れで通していくがジャックまでは繋がらず、逆に反撃また取られてしまってリンクが厳しい展開が続くが、リンピカシュこのまま下ろしたくない。クエネ暴れで降りるの本当に強いですね。急降下が早いんでごまかしやすいですね。そうですね、その後の渡辺さんでもすごい展開がいいので、はい、さあコロコロ回避で飛び道具避けていったが若干前がつかみがハーリーチの範囲外、強気にダッシュガード。石化の対策でしょうかね、このブーメラン投げているのは。どうなんでしょうね、まあただまあ純粋に置いとくだけであれですかね、邪魔ですからね。下京で崖外出していったが空白の反撃がうまい、はい、ピカチュウが噛み合ってますね。そうですね、かなりこのままいい展開を維持したいところ。つかみリーチが長くなったとはいえさすがに遠すぎたか、なんとかつかみを通していきたいみたいですけどね。リンクなんかすごいつかみ長くなったみたいですね。見た目に反して上スマッシュ反撃取られていくが、ちょっともはやつかみとできなくなってくるんじゃないですかこれ。反撃で上スマッシュホールド食らって撃墜されちゃいますよこれは。ダッシュでもダッシュ攻撃でもわからない展開にはなってきてますね、はい。さあ来ません来ません、おー横スマッシュの2段目、非常に吹っ飛ばしが強いがギリギリ、いや補正の手だね今の、危なかったんですけどね。危なかったですね今かなり、もうちょっとホールドしてたら本当に分かんなかったですよ。これがあるからリンク戦もちょっと油断はできない。コロ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 、これはもはや気まずくてオーダーがスマッシュを振っていく。さあこの牽制試合、これはしっかり回避させたが暴れなんとか通して、さあ横強からのスマッシュブンブン打っているがこれは良くない、雷ヒット。リンピカチュウの今じらしがうまかったですね。そうですね、しっかり大技振らせた後で反撃取ってなんとか読み合い雷当ててきました。非常に先ほどから展開が湧くような展開が続きますが、これで1-1ですか、3本目ですね、はい、先ほど1本目はまだちょっと試合してたんで見てなかったんですけど、どんな展開でそうですね、パーセントは不利だったんですけど1点読みで上スマッシュ当てていって逆転勝ちっていう感じでしたね。リンクの上スマが非常に3段目の吹っ飛びが強くてピカチュウの 90% に満たないぐらいでした、ね、あらやはり補正が乗ると本当に非常にスマッシュが強いキャラは終盤の展開までわからないといった感じでしょうね。さあスマッシュ両対応している、下拾うんですね、空白のあの寝っ転がってるモーションですら拾うぐらい下に拾うんですね。本当なんか下から貫通するかの感じでスッてすくい上げるものなんですね。ロックマンの上スマッシュみたいですね。あさあタイガードに強い空白レーンが固めてきてガードを削りつつしっかりダメージを与えていきま す、ね、ラックでしたね。あーっとダウンしてしまったのでつかみは当たるぜ。スカシから上強で暴れていったがしっかり相手はガードを決め込んで
なんとか、おっと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 、気まずい状況が続くが、これは回避読んで空へ、非常に続が長い、おっとまだ飛ばしました、吹っ飛ばし本当に強いですね、この技なんかびっくりすること飛びますねえって感じですね、はい、しかし今 90% でしょ、90いくついくら戦場の台上とはいえ、はい、戦場も天井は高い方なんですけどね、なんか今の吹っ飛び見てると台下でもなんか撃墜できてんじゃないかぐらいの吹っ飛びでしたね、明らかに吹っ飛んでましたよね、はい、あれでオーバーキルとは恐ろしい、さあジャンプに空へ当てていってリンピカチュウはなんとか追いついていきたいが、このビハインド状況を一体どうやって覆していくのか、どうする、さてリンク側はもはや攻めたくないですね、ダイを使って有効活用して飛び道具でチクチクいきたいところだが、おっと強気につかみを通していって、ここでどうなんかつかみが通るようになってきましたね、そうですね、あーっとウエスマ暴発したところにしっかりと反撃のウエスマッシュ、64%対 0%、 まだまだピカチュウの火力を考えれば全然追いつける範囲です、追いつけますね、さあ相手のジャンプに空上で淡々と火力を稼いでいって 40%、 あっという間に稼いでいく、もう1回ぐらい読み合い勝ったらもう追いつけますね、そうですね、透かし投げ通していって逃さない、両対応ですね、あれ回避させると、あこれは爆弾しっ、ね、おーっと爆弾が救っていく、分かってますね、おっとお反撃と落としてウエスマッシュしたんですが、今ショートジャンプで攻撃を出したためウエスマッシュで拾えなかったですね、敵が大下にいて、パーセントはほぼ五分の展開ですが、バースト技をしっかりと掴み通すが台があるため雷が当たりづらい、まあこれはしっかり分かっていてこのステージ選んだのか、駆け上がり横強綺麗に刺さっていく、あと隙少ないんですね、今釣りでしたよね、若干横強見せて駆け上がり誘ってあと隙ないから、ね、連打してもう一回あったみたいな感じですね、 T リンク非常に喜んでます、これは会場も沸きますねそうですね、今沸きましたね、さて続いては誰が一体来るんでしょうね、おっとシゲタイ、シゲタイ、ブルード、ブルード夏の装いのチゲさんに対してシゲは何使うんでしょうね、そうです。